にちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。4月の9日、だんだん天気が大荒れになってきた、火曜日ということですけれども、3本目の動画です。私も時々聞かれるんですけれども、就職で有利な大学ってどこっていう話ですね。YouTube のサムネイルなんかを見ていても、こういったお話いっぱい見えてくるというところで、そのお話まとめておこうかなというところです。で、話はすっかり脇道へそれるんですけれども、一回潰れてしまったシャープですね。今は台湾の企業に買い取られて、シャープというメーカー、電気メーカーですね、存続しているようですけれども、潰れる直前、今からもう10年ぐらい前になるんですかね、東京オリンピックが、開かれるよ、当然日本で開かれるよということで、テレビ買ってね買ってねということで、散々宣伝していた文句がこれですね、シャープの亀山モデルという話、皆さんも記憶に残っているんじゃないのかなというふうに思います。で、皆さんテレビを買うときに何で選びますかというところを考えていただくと、きっとこんな話ですよね。価格がまあご予算に合うのかどうなのか、あとは機能とか性能とか、テレビですから映りが綺麗だとか、音が何て言うんですか、いい音で聞けるですとか、臨場感ですとか、全てひっくるめて機能性能ですね。あとは機能的なところでいうと録画ができるですとか、そういったところも合わせて機能性能で選ぶかなというところ、あとはメーカーブランドですね。ソニーがいいですとか、三菱がいいですとか、日立がいいですとか、でその中にシャープも、一つあったよねというところになるんじゃないのかなというふうに思います。で、私この亀山モデルという宣伝文句散々、ラジオ等々でも出ましたし、耳にすること多かったんですけれども、出荷された工場で選ぶ人っているの？それって売り文句になってるの？っていうところは私正直に感じたところです。ですので、それを表に前面に出して、ぜひ亀山モデルですから買ってくださいっていうのは、それ宣伝になっていますかね？価格が安いですよですとか、うちのテレビ買ってくれるとこんな機能がありますよとかっていうんだったらわかります。あるいは、老舗のメーカー、信用がおけるメーカーというところを売り出すというのもあるかもしれないです。ですので、どちらかというとシャープというメーカーが、メーカーですとかブランドですとか、そういったところでは、2番手以降を引いていたのかな。ソニーですとか、そういったところの方がやっぱりメーカーブランド というところでは通っている、名が通っているところだったのかな。で、価格でも機能でも、それほど大きな大差をつけて、シャープが勝っている、打ち出せるところはなかったので、亀山モデルということで出荷工場を売り出したという話なんじゃないのかなというふうに、見ています。で、それをですね、話が、やっと脇道から、戻ってきて、就職で有利な大学どこですかという質問に戻ってくると、採用する企業側の立場は一体何で、採用者、不採用者を、より分けてるんですかねというところを考えてみていただきたいのが、当然なんですけれども、これですね、給与待遇、うちが出せる給与で、あるいはうちが、用意できる待遇で来てもらえる人材というところで、まずは、選ばれてしまう、要はこちらで考えると、例えば皆さんよその会社が25万円出しているのに、うちはそんなに業績が良くないから20万円しか出せないんだよね、それでも来てくれる学生さんという形で募集を出せば、その時点で、20万円でもいいから、ぜひ採用してくださいという学生さんしか来ないわけで、25万円の企業が他にずらずらと並んでいるということになると、応募してくれる学生さんというのは、それなりというか、20万円でもいいから使ってくださいという学生さんになってしまいますよねということで、その中から選ぶということになりますし、企業側からするともうこれを公表した時点で、給与ですとか待遇を公表した時点で、ある程度学生側から選ばれてしまっているというところになるのかな。で、そこで、応募してくれた学生さんの中から、その企業に合った能力、能力という話をすると、どうしても学生さんは勉強ができるできないという話につなげがちですけれども、そういった意味ではなくて、その企業で活かせる能力ということですね、があるのかないのか、あるいは、収益力、その企業でしっかりと稼げるのか稼げないのか、そういった意味も含めての能力があるのかどうなのかで選んでいくということになるのかな。
で、プラス、このメーカーブランドに当てはまるところって何って考えたんですけれども、しつけですとか育ちですとかというところで選んでるんじゃないのかなというふうに思います。まあ極端な話ですけれども、面接するときにガム噛みながら来たら、それはお前ないだろうよっていう話になるでしょうし、まあそういったところですね、そういったところを、で選んでるんじゃないのかな。で、皆さん、このメーカーブランドのところに、置きがちなのが出身大学なんじゃないのかなというふうに思います。ですので、メーカーブランドとして、出身大学が良ければ、まあテレビだったらテレビ買う時の、要は企業が採用する時の選ぶ基準になるんじゃないのということに、思いがちですけれども、企業側からするとどこの大学を出たかというのは、まあ参考とはするよね、まあ、この大学を出ている子だったら、きっとこのぐらいの給与あるいはこのぐらいの待遇を欲しがるんじゃないのかなですとか、このぐらいの能力このぐらいの収益力はきっとあるんじゃないのかな、で、まあこのぐらいの大学を出たお子さんだったらきっとお父さんお母さんもしっかりとしつけをして、世に送り出すということで、育ちがある程度いい、まあ、なんていうんですか、一時期の貴族様みたいな育ちということではなくて、まあ、ちゃんと敬語がある程度は使えるよねですとか、ある程度は目上の人を敬った形で態度を取れるよねですとか、そういった形のしつけ育ちがあるよねという参考基準にはするけれども、まあ、参考程度で、見ておいて、でその後しっかり面接等々を、何回か回数を重ねる中で、うちの給与でしっかりとうちに、まあ、内定を出した時に、はい、入社してくれるのかどうなのか、能力がきちんとあるのか、収益を上げてくれる人材なのかどうなのか、まあある程度面接です と、仮面をかぶってというところで、きちんとした、装い振る舞いをするんでしょうけれども、それが、まあ、内面から出てくるしっかりしたものなのかどうなのか、この辺をしっかり見極めてで選んでるんじゃないのかな。要は、皆さんがテレビで買うとき価格は予算に合ってるかな、機能性能は、必要なものが揃ってるかな、メーカーブランドはしっかりしたメーカーが作った、テレビなのかな、すぐ壊れちゃったしないかなというところで選んでいるのと、まあ、さほど、まあ、文言音、言葉は多少置き換えることにはなりますけれども、結局選んでる基準っていうのはそんなに変わらないんじゃないのかなというふうに思います。で、なぜということで、まとめたんですけれども、皆さんテレビを買うときは価格や性能、あるいはメーカーやブランドを長持ちするかどうかで決めたのに、ご自身の就職就活ということになると、どうして出荷工場を気にするのというところはなぜということで、一度考えてみた方がよろしいかと思います。で、シャープは他に特筆するべき、売り文句がなかった。要はシャープは2番手以降のメーカーだよね。で、じゃあ他のメーカーに比べて、機能や性能でずば抜けてシャープのなんとか、型のテレビは、素晴らしいものがありますよということで、という話でもなかった。価格がずば抜けて安い、他のテレビが10万円のところシャープは3万円で買えますよという話でもなかったということで、特筆すべき売り文句がなかったのが、現状で、で、その中で、まあ、苦肉の策で、選んだ売り文句というのがこの亀山モデル、亀山工場で作りましたよ。まあ亀山で作ろうと鶴川で作ろうと、別にうちのテレビがちゃんと映ってきれいに映ればそんなことは視聴者というか、購入者というんですかにとっては、どうでもいいことなのに、そのどうでもいいことを売り出したというのがシャープ、まあ潰れる前の末期症状だったんじゃないのかなというふうに思います。で、そういう形で整理すると、君が就職するときに、何を売り文句にしたいですかというのはぜひ考えてみた方がよろしいかと思います。で、まあ、潰れる会社は当たり前のことが見えなくなるよね。価格勝負、機能勝負、すれば、よかったのに、それをせずにですね、まあ、せずになのか、もう煮詰まってしまって、これ以上、まあ、4K ですとか 8K ですとかいろいろ売り文句いろいろありましたけれども、他のところでは、勝負ができずに、まあ、苦肉の策で出てきた亀山モデルということで、売り出したという、まあ、当たり前のことが見えなくなるというのが、まあ、潰れる会社の、まあ、末期症状なんじゃないのかな
というふうに考えると、君が就職するときに、採用してほしい企業に売り出す売り君を売り出す売り文句というのが、出身大学僕は何々大学ですということを、ことだけをですね、売り文句にして、就活をするというのはあまりに馬鹿げている。シャープに学んだ方がいいんじゃないのかな。行き着く先は潰れる会社ですよ、潰れる人材に、採用されない人材になる、最初の一歩の質問というのがこれなんじゃないのかなというふうに私は見ています。就活で有利な大学ってどこですかという質問をする方に限って、実は、他のところで勝負しなきゃいけないということを、分かっているのに目をそらしていることが、もしかしたら就活でなかなかうまくいかない原因なんじゃないのかなというふうに見ています。今日の結論です。これですね、就活に有利な大学で情報集めをしている時点でもうすでにあなたは負け組に足を突っ込んでるんじゃないですかというところ、ぜひ立ち止まって考えていただいて、で、ご自身の売り文句、大学名だけではなくてあなた自身の売り文句、それは価格なのか機能性能なのか、要は、安い給料でもいいからこれがぜひやりたいんだということで、その会社に入っていくのか、あるいは、高い給料が欲しい、だから僕にはこういう能力がありますよということで売り込んでいくのかというところにつながっていくんじゃないのかなというふうに思っています。ぜひこんな意見もあるんだなというところで参考にしていただければと思います。では今回の動画はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。